はい、こんにちは。田中です私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは、私が普段目にしたニュースであるとか、私の普段の生活から思ったことをどしどし発信していこうという趣旨でやらせていただいているチャンネルなんですけれども、今日はですね、10月27日。 衆議院解散総選挙が投開票されるということについてお話しさせていただければと思っています。10月9日に衆議院が解散して27日に一斉に投開票されると今石破新総裁が就任されてかなりその急ピッチで選挙であるとか自民党内の閣僚人事であるとかが進んでいるんですけれども。 まあそれに伴って、当初はえすぐには解散・総選挙はやらない、補正予算を審議をしてからえやるということをえ柴破新総裁はおっしゃってたんですけれども、それがえ言ったことを撤回する、全言撤回する形で、27日にえ急遽え解散・総選挙をやるとえいうことに決定、ほぼ決定した,した,した状況で。 今、まあ我々有権者たちも、それ以上に国会議員さんたちも、現職の国会議員さんたちも、今、急な解散・総選挙に向けて、めちゃくちゃあの右往左往していると思うんですけれども、私たちもあの有権者もあのまあ忙しいさなか、投票に行かなければいけなくなったっていうことなので。 えーまあ、思うことはあのー、ちょっとその、全、まあ、言撤回したことがいいかどうかは置いておいて、まああのー、石破新総裁が、えー、首相になられたとしても、そのまあ、就任前に、あのー、総裁を決める段階でいろいろおっしゃってたじゃないですか、法人税を引き上げる、金融所得に課税する。 えー、あとまあ新総裁になった後も先ほど申し上げたように補正予算を決めてから動くっていうようなことをおっしゃったんですけどまああの一、ー、人は一人でそれを思うのはいいんですけれども、あのー、自民党全体の方針っていうのを考えた時にあのー まあ自民党に誰が閣僚につくかとか、誰が自分のサポートをするかっていうのをついたときあと株価とかも今、ちょっと下がってる状況なんで、必ずしも石破新総裁の思う通りにはえできないというような事件実あると思うそれ別に石破さんが、石破さんじゃない人が新総裁になってもそうだと思うんですけれども、岸田元首相も、今も首相なんですかね、え。っと えおっっしゃってたんですよ、ねあのー、まあ新しい資本主義であるとかデジタルでな都市構想であるとか、まあ、あれどうこういったんだろうみたいな形になってるじゃないですか今。なのでその個人の思った通りにはいかないっていうのがえ実際の現実なのでまあそこに関しては言及しないんですけれどもあのー、ちょっと野党の反応がどうなんだろうなっていうところが個人的にはありまして。 あの昨日ニュースで拝見させていただいたんですけれども、そんなの聞いてないって言ってるんですよね、解散・総選挙をやるにあたって、野党の方が、なんかそういうような不満を上げていると。ちょっとこれ、個人的には、いや、それはあの野党としてはいつでも準備 OK ですよっていうのが、普通なんじゃないかな、普通というか、っていう、あるべきなんじゃないかなと。 思ってるんです、あのー、なぜ野党が野党なのかっていうと政権を取れななかかったから野党なんですよね与党じゃないから野党なんですよね。で彼らは基本的には基本的なスタンスとしては与党を目指しているそれが多分あるべき姿というか、えー、目指すところなんじゃないかなと私思ってるんですけれども。 えー、だったらそのいつ選挙が来てもいいようにまあ立憲民主党もそうなんですけれども、えー、維新のもそうですし国民,国民民主もそうですし共産党も全部そうなんですけれども、えー、いつ来ても私たちは戦えますっていうようなスタンスでいないと、えー、いけないんじゃないかなと、えー、私思うんでそもそもそんなの聞いてないっていう不満ってあ、えー、げるべきなのかなと。 というふうに、えー、いつ個人の心情としては、えー、思っていますね。それをしないようにするのが、えー、野党のあり方というか、えー、野党が選挙までに臨んでおくことっていうふうに私個人は、えー、思っております、えー。あとですね、まあもう一つ思うのが、 その一方で与党の一存で今だったら自民党が与党じゃないですかその与党の一存でえまあこれはちょっと議員内閣制なんでえ仕方ないのかもしれないんですけれどもえ必ずしも与党の一存だけで衆議院解散をできるまあ議会の解散をできるかどうかっていうのはえしていいのかどうかっていうのはちょっとその。 まあもしあの野党の方々の現状に寄り添うんだとしたらそれはちょっと一向すべき点もあるんじゃないかなとまあこれはそのシステムを否定することになっちゃうんであんまりそのえー今言ってもみたいな話になっちゃうかもしれないんですけれどもいやあのやっぱりその与党今で言ったら自民党がえ解散するって言ったら解散して総選挙みたいになってしまうとあのやっぱりその。 絶対的に与党が有利になっちゃうっていうのは揺るがないんじゃないかなって思っていてまあ、えー、以前10、えーまあ、数年前に10年ほど前に民主党があの結局野田元首相が、えー、解散するって言ってそれはもう敗退、えー、敗北前提のことだったと思うんですけれども、まあ、そういうパターンもあるにしろ まあえー、それをなんか、えー、今解散したら議多数派の議席取れるから、えー、解散すべきだ解散してやろうみたいなスタンスっていうのもでそれをまかり通っちゃってるのも、えー、どうなのかなと思っていて理想論なんですけれども、えー、今日言ってるのは、えーとまあ、やっぱりその、まあ、ちょっと勝てるかどうかわからないけど、まあ、解散権をそもそも。 あの与党だけで決めるんじゃなくって、えー、野党と一緒に協議をした上で、えー、もしくは国民に真、えー、を問うた上で、えー、解散できるようなシステムって、えー、できないのかなって、えー、私はちょっと、えー、思っているところはあります。多分その方が、えーまあ、公平な 選挙になるんじゃないかなと思うしあの私たちもあのいきなり10月27日に衆議院の総選挙やりますよって言われて今結構んなのでもう少し準備期間を置いていただいて解散するんだとしてもあもう2ヶ月後ぐらいに解散するんであのそれまでに国民の皆さんどこに投票するかとか準備しておいてくださいね、えー、決めておいてくださいねっていうような準備期間とかあっていいと思うんですよね個人的には。 えそうしていかないと、あのーまあ、いきなりそのマニフェストとか読んで、えー、自分の地区の候補者が何を言ってるかとか読んでど、えー、党が何を言ってるとかよ、えー、全部読んでその上で決めるっていうのはあんまりちょっと準備期間が少ないしあの候補者の方々も、えー、立候補されてる方々も、えー、まあ対応にすごい追われると思うんで、まあ、もうちょっとえ与党だけがこう強権で解散できるっていうようなシステムじゃなくてまて、あ、もっと えー、フレキシブルというか、えー、もっと分かりやすく、えーえー、権力が一つに集中しないようなやり方で解散できないかなって、えー、私自身は、えー、思っています。もし総選挙をやるんだとしたら。えーでまあ、今後の動向なんですけれども、 まあ、ちょっとわからないんですけれども、個人的な予想としては、あのやっぱりそ,のもうそもそも石破さんが、えー、総裁になられるっていうこと自体がそのいあの誰もが予想してなかったことだと思うんで、今後どうなるかわからないんですけれども、まあ、株価的には、えーまあ、アメリカ大統領選が終わらないと落ち着かないと思うし、多分その衆議院が今回解散に踏み切ったのも、そのアメリカだ米、米国の大統領選が来月、えー、あ 来月ですよね、11月にあるんで、多分そことかぶらせない人もあったとは思うんですよね、アメリカと日本の関係を考えたら。まあ、なので、そこが開けてみないと、あの株価っていうのはどうなるかわ、えー、からないなっていうのはあります。なので、投資されてる方々とか、えー、結構ま眠れない日々であるとか、不安定な日々とか、まあ、あと2ヶ月ぐらい続くかもしれないんですけれども、えー、そこは私も同じなので、えー、と投資しているので、少し、えーとまあ、え一緒に耐えていただければと。 えー、思っています、えー、あとですね、そうですね、まあ、自民党が今回、あのー、過半数を、えー、取れる、与党が過半数を取れるかどうかっていうのは、本当に未知数なんで、えー、ちょっと分からないんですけど、多分ん、まあ、僕の個人的な予想でいくと、今より議席は減らすのかなとは思っています。というのも、やっぱりその民主党、立憲民主党と自民党、どっちに投票すればいいんだろうみたいな、えー、今、差がつかない状況になっちゃってるんで。 以前の動画でもお伝えしたんですけれどもね、あのー、まあ代表の両代表の言っていることが同じような感じになっちゃってるんで、師、ま、匠、あ、が分散される可能性があると私は思っております。ご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良いと思われた方は、チャンネル登録、並びに高評価の方よろしくお願いします。それでは。